どうもこんにちは、写真家のコウです。新しい XF27mm のレンズは XE4 にとって最高の相棒ですというテーマでやっていきたいと思います。富士フィルムから3月11日に新しく発売されました XF27mmF2.8RWR というものが出ました。もともと第一世代の XF27mmF2.8 というものがあったんですけれども、それの第二世代になります。早速見ていきたいと思います。 XE4 につけておりますけれども、外観としてはこのような形になります。価格は税込みで 51,700 円になります。はい、まず良かった点なんですけれども、とにかくコンパクトで軽いことです。重量が 84g しかないので、 XE4 につけても 448g となりまして、 500g を大きく下回ることになります。持っていてとても軽いです。あと絞りリングが今回採用になったっていうところです。第一世代のものにはついてなかった機能なんですけども、レンズ側で絞りを調整できるのがとてもいいと思います。リングを回した時のこのカチカチっていうトルク感も程よい感じでいいと思います。3つ目に防塵防滴仕様になったことです。これで雨の日でも気にせず撮影に専念できます。4つ目にオートロック機能がついたことです。絞りを A のところに持ってきますと、絞りをオートにロックできます。これで絞りがもう回らなくなります。で、絞りをオートにしておくだけで、絞り優先モードから瞬時にプログラムオートモードに切り替えることが可能です。で、解除するときはボタンを押して回すと解除されますので、好きな絞りに合わせることができます。5つ目に、絞り開放から、写りがとてもシャープです。開放値は F2.8 なんですけども、開放で撮影しても写真の解像感や色味がとても素晴らしいです。作例をいくつか出しておきます。はい、あとは気になる点なんですけども、まず一つ目に、最短撮影距離がちょっと遠いことです。被写体から、レンズまでの最短撮影距離が、34センチになってます。なので被写体にそこまで近寄ることはできません。二つ目にカラーバリエーションがこのブラックのみなんですよね。こういった形でシルバーのボディに、まあ、ブラックのレンズ、まあそこそこ似合いますけども、まあ、選択肢の一つとしてシルバーがあってもよかったかなと思います。まあ、僕はこのブラックで気に入っておりますけども。はい、3つ目に、フォーカスがですね、レンズ繰り出し式なんですよね。見ていただくと分かると思うんですけども、はい、いかがでしょうか。インナーフォーカスではないですので、焦点が合うときに駆動音が鳴ってしまいます。なので動画撮影にはあまり向いていません。どちらかというともう写真撮影に特化したレンズだと言えます。総評としましては、私個人的にはとても満足しております。私はスナップ写真をメインとしていますので、こういった形でコンパクトであることがとても重要視しております。少しですね、ピント合わせに癖がありますけども、慣れたら全く問題はないと思っております。こういった形で XE4 に常につけて持ち歩きたくなるレンズです。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。